連敗は避けたい仙台と、そして連勝をかけた清水の一戦、第25節です。前半の20分です。ドウグラスのヘディング、スタートからこの存在感を見せました。はい、高い選手を前に揃えてきましたね、清水は。はい、そして先制ゴールはコーナーキック野津田から、そしてうまく動いてボールに触った大岩、ゴールを決めて先制ゴールになりました。いや、流し込みましたね。でしたね。はい、はい、1点先制となりました。そしてアディショナルタイム前半です。今日は空中戦、清水、しかしヒールで流して今シーズン初スタメンの長谷川、もらってここシュートというところなんですが、日本代表に選出されたシュミット・ダニエルが立ちはだかりました。ドグラス人も使えますよね。そうでしたね。さあ、そして後半です。守備も攻撃もベクトルは前というこの後半、いきなりこれドグラスヘディングで押し込んで、まあシュミット・ダニエルに当たってオンゴールという形になりましたが、完全に崩してますからね。流れるようなパスからサイドを崩して、そしてドグラス、これで同点に追いつきました。さらにコーナーキック、ドグラスフリー。いや、この空中戦の強さはすごいですね。はい、もうキッカーもドグラスしか見てないんですけど、ね、分かってても打たれるという。しかしアディショナルタイムに気持ちで押し込んだというこの石原、勝ち越しゴールを決めました。マチスカのクロスもいい角度で入ってますよね。でしたね。中野が落ち着いて石原へというところ、あとはヘディングで落とし込んで、そして勝ち越し。